皆さんこんにちは、小林道場掲載塾長の小林です。中橋です。はい、今回はですね、上位の受験生の方が感じがちな阪大、明大、東工大の壁っていうのを徹底解説していただこうと思います。はい、まあ、基本まあ理系の話です ね、まあ、東工大が出てきているということ で、はい、あと文系に関してはまたちょっとまた難しさもあったりするので、うん、まあ、最後ちょろっとまあ解説僕しようと思うんですけども、うん、主に理系に関してだと思っていただければというふうに思います。はい、でやはりですね、こう難関大学を目指していく、特にまあ宮廷レベルとか上位の生徒の さんに関して言うと、まあ、東大とか京大はまあ言わずもがな、例えばその、ね、手前にやっぱり東工大とか阪大、明大、まあ、相当むずいよねっていう壁があって、で実際その壁の正体についてね、今日は中橋さんに聞いていこうと思います。はい、でですね、今回ちょっと、まあ、この企画をやろうと思ったきっかけなんですけど、まあ、ある上位の生徒と過去問演習とかやってたりした時に、なんか、まあ、ある一定のレベルから急に難しくなってるような感覚があると、問題が、うんうん、でそのレベルっていうのは大体その9点の下位ではなくて9点中位ぐらいのところから起こってるっていうことが、まあ、生徒が言ってきたんですよね。で、僕も全く同じ感想だったんですよ。うん、で、実際今までの生徒さん見てきても、なんかそのレベルから急に点数は取れなくなる子っていうのがめちゃめちゃいたので、まあ、そういった意味の中でちょっと問題のね、質とかの点で、まあ、今回お話をさせていただければというふうに思っています。はい、で、まあ、じゃあ早速ですね、本題に入っていこうと思うんですけれども、まあ、正直なところ、ほとんど数学の話です、この話っていうのは。で数学の話でいうと、本当にさっきも言ったんですけど、九州大学とか北海道大学とか、あとまあ東北ではちょっと微妙なところなんですけどのあたりと、まあ、名古屋大学、大阪大学、東工大で、あとはもちろん東大、京大のあたりに問題の、まあ、難易度に対して大きな違いを感じるんですよね。で、まあ、これは一部ね、科学や物理にも言えるようなことなんですけど、まあ、英語ではあんまりないのかなと。こういうのは比較的、まあ、本当に数学、あとはまあちょろっと理科にもあるのかなっていう感覚があって、多分この壁でなんか9点にギリギリ届くっていうのと、なかなか それより上に行けない人っていうのの差が出てきてしまってるんじゃないかなというところを、まあ、感じているので、まあ、この辺の話をしていこうと思います。はい、で、まあ、ただですね、ちょっと1点注意しておきたいこととしては、短期以内とかだともちろんこれより難しい問題が出てる大学とかもあるので、まあ、気をつけていただければと思います。はい、じゃあですね、まあ、早速ちょっと、理由についてお話ししていこうと思うんですが、まあ、大きく分けて3点ありまして、まあ、1つ目はその回答の方針っていうのを立てるときに、そのいくつかの回答の方針を立てて検討することが必要である。なるほど。ということで、2つ目が計算方法でも、まあ、結構考えなければならないことが多いということ。これは理系ならではでしょうね。そうですね。うん、あとは、ね、最後に完全に初見の問題が単純に多いというところですね。で、まず、3つについてね、すべて、説明していこうと思うんですけれども、まず1つ目についてお話をしていこうと思います。回答の方針がね、いくつか複数、考えなければならないということをお話したんですが、まあ、北海道大学とか、東北大学、九州大学あたりだと、まず問題を解くときに、その解法を思いつけるか思いつけないかっていうところは別として、その解法が、そもそも一つしか絶対にないよねっていう問題とか、もしくは複数を思いつく場合には、どれでやっても解けるよねっていう問題が非常に多いんですよ。なので、この問題難しいよねっていう風になった時に、解法を気づけるか気づけないかが難易度の軸になりやすいんですよね。なるほど。なので、比較的、まあ難しい問題っていうのが、確率とか場合の数とか、あと図形に関わる問題とか、そういった問題に難問が周知しやすいっていう傾向にあるんですよ。なるほど。で、それに対して、後者の、まあ阪大とか明大とか東工大とかに関しては、そう、すべての問題がそうだっていうわけじゃないんですけど、解法をまず考えるときに、どの解法でいけばいいのかっていうのを、いくつか考察しなきゃいけない場合っていうのがめちゃめちゃたくさんあるんですね。で、しかもその上で、まあ、最もそれらしい解法じゃないと解けないということがめちゃめちゃたくさんあるんですよ。うん、で、まあ、なので結局なんかこれでいけそうだなってパッて思ってやってみたとしても、その解法で最後までいっちゃうと全然問題は解けないよねっていうようなことが、まあ、容易にして発生してしまうというところがあります。で、結構僕もね、今まで数学の指導とかさせていただいている中で、上位の生徒っていうのは、相当難しい問題でない限り、結構見た瞬間こんな感じのやり方で解くのかなっていうのを思いつく子が多いんですよね。なのに、まあ、一瞬で思いついたその解法でやろうとすると、東工大とか阪大とか明大とかだと、結局途中で手詰まりになってしまうってことがめちゃめちゃ発生するんですよ。うんうんうん、なんだけれども、九州大学とか北海道大学とか東北大学だと、これかなってやりたいやり方で、一応は絶対解けるっていうことが本当に多いので、まあそういったところで、まあ難易度を、感じる部分があると思いますし、逆に、ある程度レベル高い人でも、なんか数学が運で決まるからみたいなことを言う人はいると思うんですけど、まあそういうところっていうのは、まあこの、まあ解き方がいくつかあるとか、そういう点で決まってきてるのかなと個人的には思ってます。はい。
じゃあですね、まあ、2つ目についてお話ししていこうと思うんですが、まあ、計算方法にもまあ思考を要すると、考察を要するということなんですが、まあ、北海道大学とか九州大学とか東北大学とかだと、例えばね、難しい問題であったとしても、最初一発こうやって解くんだなっていうことを分かってしまえば、あとは結構一連の流れで標準的な問題完璧にできていれば、できるということがかなりあるんですよ。ただ、一方でですね、後者の、まあ、阪大、明大、東工大に関しては、まあ、結構途中で計算とかでも、なんか見たことないような工夫をしなきゃいけないとか、なんかものすごい優秀な着眼点を持っていなければならないとか、そういうような形で、なかなかね、計算そのものがうまくいかないということがあるんですよ。で、そのせいで、そもそも方針が間違ってるんじゃないかみたいな方向性で考えてしまって、で、結局方針を考え直すんだけど、実は元々のやり方があっていて、計算能力が足りてないっていうことが本当によくあるんですよね。で、まあ、特にね、東工大とかだとこの系統が多いんですけれども、まあ、そうするとですね、結局手をつけたのに最後まで解ききらなかったみたいな感覚がものすごくたくさん残ってしまうと。なので、まあ、解ききる難しさっていう観点でも、その手をつける難しさっていうだけではなくて、解ききる難しさにおいても、やっぱり後者の方が、難しくなっているっていうふうに感じる方が非常に多いんじゃないかなとは思います。ではですね、最後に3つ目を、紹介していこうと思うんですけれども、まあ、最後はね、説明不要だと思います。問題見た瞬間に、これどの分野なのかとか、そもそもベクトルなのか、複素数平面なのか、そもそもただの空間図形なのかとか、全然わからないような、問題っていうのも非常に出やすいのは、やっぱり、名古屋大学以上の、大学になってくるんじゃないかなというところは非常に感じさせられています。で、やっぱり九州大学とか東北大学とか北海道大学っていうのは非常に難しい問題もあるんですけれども、やっぱり基本的には標準的な問題集に載っているような問題を、まあ、2、3問くっつけたような問題。で、どこから手をつけていいか確かにわかりづらいんだけれども、しっかり考えて考察をしていけば、まあ、一つの解法にちゃんとたどり着くことが非常に多いんですよね。ただ本当名古屋大学とかはね、新問バンバン作ってきますし、東工大とかもなんか最後の問題だけやべえ問題みたいなの結構ありますし、で、阪大もね、やっぱね、東大、京大、阪大ってくくられることもあるような大学ですから、まあ非常にね、難問いっぱい出してくる大学ですから、まあそういった難しさっていうのがかなりあるんじゃないかなと個人的には思ってます。はい。はい、そうですね。あとはまあじゃあ文系の話を少ししておきますけど、はい、文系数学だと、それがね、東大と京大とその他の差みたいな感じですね。そうですよね。うん、はい。まあちょっと計算方法の考察は、やっぱり文系の場合、まあその複雑な微積ないので、うん、あんまりまあそこまで、ないです。もちろん工夫すると速くなるとかはあるけど、うん、まあぶっちゃけご利用したところで、まあそんなね、理系と違って計算量も少ないので、うん、あんまり2番に関してはないかもしれないけど、1番と3番は明確に東大、京大とその他っていう感じがありますね。やっぱり文系なんかでも、やっぱり阪大ぐらいの数学は、まあどうにかこうにか半分ぐらいできるけど、やっぱ東大とかになっちゃうともう1科もできないみたいな。うん、まあそういうのでやっぱ起きがちなのは、文系に関して言うと、今言ってくれたところが、まあ東大、京大とその他にあるのかなという感じはしますね。はい。まあ一つ橋も入れてもいいかもしれない。難しい。確かにそうですね、はい、一つ星は結構年によるぐらいな感じですかね。そうですね、はい、なのでまあ少なくとも理系に関してはそういう違いがあるというところをぜひ皆さん知っておいていただければと思いますし、はい、あとはそうですね、他の科目に関して言うと、まあ、英語とかはやっぱり処理能力の違いは求められている気はしますね。そうですね、はい、まあ、ちょっと東工大とか特殊な部分の取り方として受かっていく子もいる大学なんであれですけど、やっぱりまあ大学全体の問題として見ると、やっぱり処理能力、まあ、通ってることのレベルは実はその高く変わらない、大きく変わらないんだけど、処理スピードとか処理能力とか正確性とか、まあ、そういった部分の運用能力の違いというのが問われているかなというふうには感じましたね。はい、はい、なのでね、まあ、ぜひ皆さん、まあ、上位生ね、これから目指している高1高2生の方もいると思いますから、ぜひね、こういうところを参考に各科目の勉強を頑張っていただければというふうに思います。はい、はい、というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、では今日のオプションコーナーです。はい、先生がとにかく地元の国公立もしくは地元の旧帝大を進めてきます。はい、ただ、まあ、私としては他の地方の旧帝大、まあ、無理なら首都圏の大学に行きたいのですがっていう
そうですね。いや、行きたいとこに行ってください。はい。はい、もうそれ以外は何も言うことないんですけど、うん、まあ確かにね、その先生はご自身の地域でやられていますから、まあその地域でね、あの合格させたいという気持ちが強いと思うんですけど、うん、まあでもそれはもうあなたの人生なので、うん、あの、で、ね、あの、もう一人暮らしがね、もしできるという経済的な状況があるのであれば、まあ好きなところに行くのがいいと思いますし、やっぱり同じ、例えばね、研究対象だったとしても、やっぱ大学によって雰囲気違ったりするじゃないですか。うん、ね、あと多分理系の方だというような気がするんだけど、まあ文系の可能性もいてもあるか、うん。でもやっぱり大学によっても雰囲気とかも違うし、うん、あの普段の生活が変わりますよね。うんうん、言い方悪いですけど、じゃあ田舎のね、あの国立大学と、やっぱり都内のね、大学じゃ違うし、うん、同じじゃあ宮廷だって言っても、うん、どうですかね。例えば、うん、京都大学と東大でも多分生活スタイル多少違うでしょうしね。うんうん、だからそういう意味でも、やっぱ自分が行きたいと思える大学に目指して頑張っていただければと思います。はい、というわけで本日の話は以上です。